ついに我々が峠に上陸しました。これかよく見る看板ですよ。よく見る、よく見る看板ですよ。ついに来たか。感動するね、うん、この看板でも感動するんやけど、これや腕を感じております。よし、行ってみるか。暑い、暑い、やばい。地下街だけど暑い、地下街やけどちょっと暑いね。はい、ということで、おじが瓶ビールで、大石はレモンチューハイにしてみました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。うまキンキンや。うん、まレモンチューハイ頼んだときに、うん、焼酎濃いめですけど、うち大丈夫ですかって言われたの、うん、確かに濃い。あ、そうなん。濃いけど全然うまい。全然うまい。もう暑さで水分補給の方が何分ぐらいなの。15分ぐらい、うん、ぐらい並んで、お店に入ってもう全部注文して、さっき払い制で頼んだやつがここに来る感じですね。で、はい、我々が頼んだのがまずこれホッキサラダ。ホッキサラダ、ホッキサラダです、うん、でこれがしらすおろし、うん、でこちらがゲソの唐揚げです。うまそう。なんかいいサイズ感、ね、いただきたいと思います。いただきたいと思います、はい、なんかさ暑すぎて体がさっぱり系を求めました。醤油いらんの。これ醤油いります。醤油いるよ。はい、ソースやで、これ渡してくれたの。あ、危な、絶対これだと思う。こっちか。いきなりこちらにもらっちゃってもいいですか。こういう感じで、はい、ちょっといってますね。いただきます。さっぱり、うまー、生き返りました。いいですね。こちらちなみに300円です。いいよね、なんか安い値段でさ。確かに。お待ちみたいな感じで食べれる。ちょくちょく食えるしかも、美味しいな、これ。外おるからね。そう、美味しさも、美味しさ、ちょっと外なんですよね。ということで、続いてホッキサラダですね。こちら350円です。ポテトサラダ系的な感じだね。うまそう。いただきます、はい、なんかプチプチもあるぞ。マカロニサラダみたいな。あ、はい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 。見て、でかくでかい、ゴロッゴロ入ってる。こちらですね、ゲソの唐揚げが400円です。いただきます。揚げたてってだけで最高にうまい。確かに、うん、合わんわけないやん、うん、揚げ物とレモンサワーが。確かに、うん、ここは本当は300円台ぐらいから、うん、マグロとかのお刺身が食べれるらしくって、はいはいはい、ウニとか、うん、それで有名みたいなんですけど、ちょっと私らが来るの遅すぎまして、そう、ね、今日はそれが売り切れということで、またリベンジさせていただきたいと思います、うん、また来る理由ができた。できます。来る理由大事だから。大事大事。謎の咳交代。開放感いいやろ。開放感もあるし、うん、疎外感もある。確かにね、良くもあり悪くもあり、一長一短よ。大石に杯目いかせていただきます、はい、ハイボールです。ハイボール350円。うーん、いただきます。いいじゃないですか。濃いめ、濃いめなんだ。すごい、総じて濃いめやわ、シューハイもハイボールも。確かに、でも安くて濃いめっていうのはすごく嬉しいんじゃないでしょうか。嬉しいです。酒飲めの味方ですよね。うん、美味しい。これよく言えるという。でもね、横浜正直な、結構遠出やん。うん。野毛ってさ、家から1時間以上かかるんですよ。かかるかかる。泥酔で帰れないという。電車で1時間ぐらいかかるんですよ。危ないよ、うん。ちょっと乗り継ぎとかもありますし、泥酔はできないかなと思っておりますが、私には最高のパートナーが担いで、いやいや、オイルどころか
担いで帰ってくれる最高のパートナーがいるので、やらんぞ、野毛から大石は野毛からは担が手飲みの聖地、野毛で死ぬまで飲んでいきたいと思います。いや、普通に置いてくよ野毛から担いで歩いて帰ってくれるんじゃなかった無理無理。いや、野毛ってこんな感じですか。いや、また私ら野毛の地下なので野毛に来て地上に出てないので確かに酒飲みモグラですモグラ状態酒飲みモグラ夫婦大石と鍋です。野毛モグラです。野毛モグラです。すいません、失礼いたしました。3枚目、大石がガリチューをいただいております。珍しい。シャーレモンサワー、はい、なんかサクッと飲もうって言うとった割に意外と、ね、割と居座ってる、居座っちゃってますね、うん、居心地がいい、いいところや、本当に実家のようなお店でございます。それでは、はい、むちゃくちゃ焼酎っぽい、あむちゃくちゃガリっぽい。こちら、うん、もうさっぱりしたものが食べたくなりまして、野沢菜200円でございます。食べよう、2人で。あ、なんじゃ、図書館の図書館で声始まってないから、始まってない汚い橋同士で付き合って野沢菜を聞けや、さっき別に。じゃあ、いただきます。いただきます。まあ、まあ、うん、いい、結局、こういうのに落ち着くんやな、うんうんうん、うまみって。わかる。ごちそうさまでした。最高でした。ドリンクがこんな感じなんですけど、めちゃくちゃ賑わったのが、え、でもさ、私これが飲みたくてここに来たんよ。ゴールデンボンボンバ、キンキンに冷えた金乳に梅シロップをつけてグイッといける一杯です。これむちゃくちゃ酔うんですけれども。あ、そうなん、いいですか。やろうやろう。はい、まずこれ2つお願いします。あ、ごめんなさい、今日も終了です。あ、終わったんですね。わかりました。コーラだけいけなくて、もう出過ぎちゃって。あ、そうなんや。ハイボール2つお願いします。知りました。意気揚々にこれが飲みたいと熱く語っていたのに早速なし。何つ目に行くの。うん、もつ豆腐定食と鶏の唐揚げ定食を2つ、うん、平日のみそこじゃないだろツッコミどころそこ。ありがとうございます。はい、はい、あ、コーヒーね。おいおいおい。大丈夫かこれは。ゴールデンモツやから、モツの煮込みは1個頼もうよ。もう、はい、このぐらいの画角だと、うん、もう味噌ラーメンです。いただきます。はい。めちゃくちゃ柔らかい。おい。まあ、この距離感で来れるっていうのがよくない。今さっきの店からさ、この店さ、うん、徒歩1秒ないよ。いや、だって5歩ぐらいやね。目の前やね。そう、しかも今日雨降ってまして、あ、こう地下街で飲めるっていうのがいいよ。確かにね、最高。天候に左右されないから最高です。聞きました。はい、もうゴールデンモツさん、はい、徹底的にモツを食べていきます。うん、白モツです。白モツです。へぇ、なんかこれなんだろう、味噌かな。味噌みたいな感じで、ちょっとこれもつけながら、うん、いただきます。うまっ、うまいぞ、うまいぞ。これは2杯目ですね。まずは、うん、ウーロンハイ。おいしい、下町ハイボール。下町ハイボールだ。わかりませんけれども。はい。いただきます。はい、いただきます。俺先に行ったら、振られたんで、やっぱ。俺先に行ったら、振られたんで、濃い。濃いね。だいぶ濃い。震え上がっとるよ。つまみすぎる。つまみすぎる。いいですね。よし。飲んだぞ。次次次ネクスト。
いきなり目がいただきました。席について最初の1杯目限定で380円で目が、おいおいおい、すごいやん、えぐな、380円っすよ、やばい、やばい、ありがとうございます。なんか落ちてきましたけど、どうされました？ピアスの先っちょがもげました。もげました、はい、もげてます。皆さんわかりますか、この穴みたいなの、こっからもげてます。あー悲しい、あー悲しい、悲しい、悲しい、餃子が来たね。行くよ、行くよ、帰りたくない。のげで生涯を終えたい。どうぞ。唐揚げ2個麺のポテチお願いします。いや、むちゃくちゃ美味しいの専門のものが来ました。何？見てください、こちら目玉焼き5つの、ね、やばい、すげえ目玉焼きじゃん。そして見て、うん、美味しいのマヨネーズをつけていただきました。どうする？すごいな、すごい。いただいていい？うん、いただきます。はい、はい、お願いします。うーん、ね、うまい。いいと思います。上井選手、順調に目玉焼きを食べ進めております。いらっしゃいませ。すげーよ、これない。あれ、ごちそうさまでした。大変楽しかったです。大変楽しかったです。